刑事コロンボといえばヨレヨレのレインコートがトレードマークだが、そこにはこんなエピソードがあった。第1話の撮影直前、スタイリストが用意した衣装を一目見て、ピーター・フォークは愕然とした。スーツもシャツも印象に残るようなものが一つとしてない。そこで彼は一計を案じた。自宅のクローゼットに眠っているレインコートがある。それはいつか役立つだろうと思い、ニューヨークの57番街で買ったお気に入りのレインコートだった。以後27年間、そのレインコートはコロンボと共に働き続けることになる。ルリュットノンコロンボビジョン。